岸波は日本海軍の駆逐艦、遊具型駆逐艦の15番艦である。一等駆逐艦岸波は日本海軍が浦賀選挙で建造した遊具型駆逐艦で、1943年昭和18年12月3日に竣工した。竣工直後は訓練部隊の第11水雷戦隊に所属し、訓練や護衛任務に従事した。 1944年、昭和19年2月10日、岸並は第二水雷戦隊霊下の第31駆逐隊に編入された。戦乱護衛や松輸送に従事した後、6月中旬以降の阿豪作戦、マリアナ沖海戦に機動部隊前衛部隊とし参加した。7月末、林河白地に進出し、訓練に従事する。10月下旬の早1号作戦では、 第一遊撃部隊、第二艦隊機関に所属して、冷凍機械戦に参加。10月23日に、第二艦隊機関、第一遊撃部隊機関、アダゴが、米潜水艦の魚雷攻撃で沈没すると岸並と、朝下生存者を救助、栗田武雄第二艦隊司令長官は、戦艦ヤマトに移乗するまで岸並に滞在し、本艦に、第二艦隊司令長官の正気を掲げた。 11月初頭からは、第2遊撃部隊、第5艦隊機関に所属し、岸並は、輸送船護衛任務に就く。12月4日、南シナ海で、米潜水艦フラッシャーの魚雷攻撃により沈没した。岸並は1942年度、マルキュー計画過小大343号艦として、裏が選挙で建造された。1943年、 昭和18年5月25日に岸並と命名され、遊雲型駆逐艦として登録された。10月16日、浦賀選挙の岸並偽装院事務所は事務を開始する。11月12日、日本海軍は11月上旬まで、白湯型駆逐艦海風艦長を務めていた、三船敏郎、三船敏郎中佐を、岸並偽装院長に任命する。12月3日、 岸並は進行した残光寺を横須賀で実施。岸並偽装院員事務所は撤去された。三船中佐、岸並偽装院員長は、正式に岸並区逐官長、初代となる。主要幹部、初代は、公会長、藤川幹事大尉、法術長、宮崎武雄大尉、水雷長秀久志大尉、機関長上の一三機関大尉、舞鶴沈樹布石、 同時期に竣工した姉妹艦朝市も11月27日竣工、藤永伝造船所や沖並12月10日竣工、舞鶴海軍交渉と共に訓練部隊の第11水雷戦隊に編入された。1944年昭和19年1月19日、空母運用が米潜水艦の雷撃で大破し、駆逐艦の護衛で、 サイパンから横須賀に開港される。岸並と沖並は29日に柱島白地を出港、小笠原諸島周辺を航行中の運用救援に向かった。運用を護衛中の従順高を2月1日運用と合流や他の駆逐艦と合流した。2月7日運用と岸並を含む護衛部隊は横須賀に到着した。2月10日 ユーグモ型駆逐艦超派単艦になっていた第2、水雷戦隊霊下の第31駆逐隊、駆逐隊司令、福岡徳次郎大佐に岸波沖波朝島が編入され、同駆逐隊は遊ーグモ型4隻となった。福岡大佐は3 1る司令駆逐艦を岸並に指定した。長波は前年のラバウル空襲で受けた損傷を暮れ海軍交渉において修理中のため、 第31駆逐隊は、当面3隻で、輸送作戦に投入された。第31駆逐隊は26日に、広島、宇治名を出港し、マリアナ諸島に向かう、第29師団を乗せた、秋丸、11,409トン、東山丸、8,666トン、先戸丸、9,247トンの3隻を、護衛した。29日未明に、 米潜水艦に襲撃され、ひかみなりした、先きとまるが沈没、アンゲーマルも、魚雷一本が命中して戦死者30名を出した。先きとまる沈没により、不評第18連隊長の、角間健太郎大祭下、約2000名が戦死、生存者は1720名で、不評第18連隊の軍機は岸並に移った。岸並みと浅島は、米潜水艦を攻撃。 朝霜の爆雷攻撃で、米潜水艦トラウトを撃沈した。沖波は、東山丸と安芸丸を護衛し、サイパン島とグアムに送り届けた。岸波と朝霜に救助された、先と丸生存者も6日になり、サイパンへ上陸した。第31駆逐隊の3隻は、横須賀に帰島後、松輸送に従事した。3月20日、 東松3号特別船団の輸送船3隻、朝香丸、山陽丸、三とす丸を護衛して、立山を出港、25日にサイパン業の山陽丸を分離し、28日トラック白地に到着した。その後も、第31駆逐隊は、船団護衛を行い、5月上旬に、林河白地へ進出、14日からは、タウイタウイ方面で、対戦警戒に従事した。 6月中旬までに連合艦隊の大部分の戦力はタウイタウイ白地に集結した。6月19から20日のマリアナ沖海戦で第31駆逐隊は第2艦隊を中心とする前衛部隊指揮官栗田武雄中将第2艦隊司令長官。機関、アタゴに所属した海戦の経過は当該記事を参照。前衛部隊は20日に対空戦闘を行い、 損傷艦数隻、千代田、春菜、マヤを出した。日本軍は海戦に敗れた。前衛部隊は、沖縄、中ク区湾を経て、24日に、柱島白地に帰島した。マリアナ諸島の戦局が悪化する中、日本海軍は、南西方面に第一遊撃部隊、第二艦隊機関の主力を移動させることを決めた。7月8日、第一戦隊、山 第四戦隊、あたご、第二艦隊機関、高尾、鳥海、第七戦隊、熊野、鈴谷、ト根、千く駆逐艦部隊、岸並、沖並、朝島、長波、浜波、島風、しぐれ、さみだれをもって編成された、後部隊として、内海西部を出撃、第三十一駆逐隊は、第四戦隊の護衛に当たった。沖縄に立ち寄って、輸送物件をろし、 第31駆逐隊は武蔵から燃料を補給した。7月16日、後部隊はシンガポールとリンガ博地に進出。オツ部隊や輸送作戦に従事していた。小部隊も7月末までにはリンガ博地に到着した。以後、遊撃部隊はリンガ博地で訓練に励む。8月中旬になると、第31駆逐隊はシンガポール陳。 ボルネオ島艦の戦団護衛任務に従事した。10月18日、日本軍は、早い一号作戦を発動した。第31駆逐隊は、第2艦隊司令長官、栗田武雄中将、機関、アタゴが率いる、第1遊撃部隊、指揮官、栗田武雄第2艦隊司令長官、通称栗田艦隊、または栗田部隊の第1部隊、第4戦隊、高尾、マヤ 鳥海、第1戦隊、山和、武蔵、長と、第5戦隊、明光、羽黒、第2水雷戦隊、慶潤、野代、第2駆逐隊、早島、周葬、第31駆逐隊、岸並、沖並、朝島、長波、第32駆逐隊、浜波、藤波、島風型、島風に所属した、海戦の経緯と推移は、当該記事を参照。 第一遊撃部隊は、リンガ博地から、ブルネイ湾に移動し、補給を行う。22日、西村部隊、第二戦隊司令官、西村昌司中将と補給部隊を、ブルネイ白地に残し、栗田艦隊は同地を出撃した。23日未明、栗田艦隊は、パラワン水道で、米戦水艦ダーターと、d スの攻撃を受けた。第二艦隊機関の型は、 ダーターの魚雷攻撃を受けて、航行不能となり、第一部隊の中央にいた岸並と浅島は、救援命令を受けて、アタゴに接近した。アタゴに横付けを試みたが、休憩者のため接限できなかった。アタゴは午前6時53分に沈没し、生存者は、岸並と浅島に救助された。岸波には、栗田中将や小柳とぐ三次参謀長ら第二、艦隊司令部も泳ぎ着き、 200名以上の将兵と、あたごのご親衛が異常した。栗田長官は岸並を臨時の第二艦隊機関としたが、実際の指揮は第一戦隊司令官、宇垣きまとい中将が戦艦大和より代行している。この日、米潜水艦、レースの攻撃で、従順マヤが沈没、ダーターの来撃で、高尾が航行不能になった。高尾は、 朝下元長波の護衛下で戦場を離脱した。同日午後3時以降、岸波は大和に接言して、栗田長官含め、第二艦隊司令部を移乗させる。大和と岸波は洋上に停止したが、安定している大和に対し、岸波は波の影響により常に動揺していた。そこで栗田長官等はロープを使って、岸波から大和に引き上げられている。栗田長官は山とに、 正期を掲げ、大和は、第二艦隊機関と第一戦隊機関を兼ねることになった。栗田艦隊は二十四日に、渋谷海で空襲を受け、武蔵が沈没する。他に、従順妙高特築艦浜風及び、深層が損傷及び武蔵生存者救助のため、艦隊を離脱した。二十五日、栗田艦隊は、サマール島沖で、 米護衛空母部隊を追撃するが、岸波など、第二水雷戦隊に大きな戦果はなかった。冷凍機械戦は、日本の大敗で終わった。二水戦は、慶準の城と駆逐艦藤波及び、早島を失った。岸波は勝波認定であった。戦場を離脱中、燃料が不足した駆逐艦五隻、岸波、東風、裏風、浜波、周宗は、コロン島で、 タンカー日英丸や従順洋艦なちから燃料を補給した。冷凍機海戦から寄討中、第31駆逐隊は、第2遊撃部隊、指揮官、島清秀中将、第5艦隊司令長官に、所属変更となった。29日午前1時、岸並含め駆逐艦古跡は、ブルネー湾に帰討し、先行していた第1遊撃部隊主力と合同した。同日午前、 妙高と長波はコロン湾に到着した。妙高は翌日ブルネイを出発。岸並みと第34号総海艇は妙高の護衛を命じられていた。11月3日、妙高はシンガポールに到着した。11月11日、第3次多号作戦に十字中の長波が沈没する。13日にマニラ湾は米軍機動部隊艦載機による大規模な空襲を受け、 日本軍は大損害を受ける。遊雲型では、沖並と周騒が大破着艇した。15日、海軍は、艦隊の再編を実施、第31駆逐隊から朝霜が転出し、代わりに、浜派が編入された。だが、浜派は、すでに第3次多合作戦で沈没しており、現在の、第31駆逐隊は、岸並一隻だった。 11月22日の時点で、岸並は第二遊撃部隊各艦と共に、林河白地にいた。26日、岸並は、不設定百合島第17号解剖艦と共に、海軍配当船発行丸を護衛して、シンガポールを出港した。12月1日夜、マニラ到着。荷上げ後、船団は3日に、マニラを出発、シンガポールへ、帰路に着いた。だが船団は、 米潜水艦、ホークビルに通報され、米潜水艦フラッシャーが、船団の前方で待ち伏せした。12月4日午前10時30分、フラッシャーは、パラアント北西沖で船団を発見し、魚雷4本を発射した。魚雷1本が、岸並みの全部機関室原、第二魚雷発射艦の下部に命中し、航行不能となった。続いてフラッシャーは発光丸に魚雷4本を、 発射、2本が命中し発光丸も、航行不能になった。両艦が岸並を栄光しようとしたが、午後2時2分、再度の魚雷攻撃を受ける。魚雷2本が岸並に命中した。命中箇所は、第一艦室、環境後部付近と、先に光みなりした、全部機械室付近。岸並は左舷に傾斜した後、飛い部分で船体が折れて沈没した。第2水雷船体の記録によると、 沈没海域は、三船艦長ら90名が戦死する。戦死者の中には、南雲忠和海軍大将の長男、南雲進将尉、海兵73機も含まれていた。生存者は150名であったという。フラッシャーはさらに発甲丸に魚雷を命中させ、発甲丸は沈没した。1945年、昭和20年1月10日、岸並は、 帝国駆逐艦席から除籍され、稼働艦がなくなった第31駆逐隊も解体、された。あ、ところで、フラッシャーはこの時の5回目の紹介で、岸並、八甲丸の他に12月22日に、タンカー、音羽山丸、三井船舶、9204トン、有田丸、石原汽船、1238トン、尾室、山丸、三井船舶、 9204トンを撃沈して、都合5隻を撃沈した。フリーマントルに寄稿後作成された報告書でも、駆逐艦1隻、タンカー4隻を撃沈。計4万1700トンと記されてある。ところが、戦争終結後にの再調査を経て公認されたフラッシャーの戦果に変化が起こった。フラッシャーの5回目の紹介で挙げた戦果は、駆逐艦2隻、タンカー4隻を撃沈。 計42,868トンに情報修正されたのである。そして、この増加分は駆逐艦岩波であり、フラッシャーは12月4日の一連の攻撃で、最初の攻撃で岸波を三度目の攻撃で岩波を撃沈したということになった。この岩波撃沈はフラッシャーにとって値千金の戦果となった。ジェニックの再調査を経て認定されたフラッシャーの 総合戦果は21隻10万231トンとされ、第二次世界大戦において10万トンを超える敵艦を撃沈したアメリカ海軍唯一の潜水艦として称賛されることとなった。岩波なる駆逐艦は日本海軍には存在していない。ジェニックの記録は日本側の記録を厳格に精査して作成された記録であるにもかかわらず、フラッシャーによる岩波の 激沈が取り消されることはなかった。ただし、すべてのアメリカ側記録が、岩波の激沈を認定したり記載しているわけではなく、例えば、The Official Chronology of the U.S. Navy in World War E には、岩波の名前は記載されていない。ちなみに、計42,868トンの内訳のうち、岸波と岩波のトン数は2,100トンで計算されており、タンカーは実際と、 同じトン数になっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。